ベッドを僕ずっと使ってたんですけど、はい、こっちの方がいいかなと思って、これはもう完全にベラばっかり入れてます。おー、素地はこれです。これがあの純正です。でこれにカスタムしたくてこういうのを作ったんで。これね、はい、手間暇かかってますね。追求していったらこういうのに、あ、はい、行き着きました。これはでも言われないと僕気づかないですわ。ですよね。もともとあるなんか黒い持ち手かなと思ってました。はい、なのでミルウォーキーを使ってる人間で、はいはいはい、気づけるっていうのは多分変態やと思います、はい、パッと見わからないんで、はい、こっちはじゃあこんな感じですか、ね、そうですね。右の後部座席に来ました。はい、わ、ここもミルウォーキーがいっぱいですね。でこちらはあの運転席から一番アクセスが近いところなんで、おあの、はい、メインの工具類、手工具とか置くようにしてます。バッテリーもここに。そうですね。これはステルスマウントみたいな、ステルスマウントではないです、パチモンです。ちょっと取りますよ。はい、あ、こういう風に。あ、これいいな。ここはあのどうしてもバッテリーの行き場所っていうのが、で僕どっちかって言ったら M12 をメインで使ってるんで、18っていうのはよっぽどのことなかったらそんなに使わないんで、この辺に簡単にレイアウトしてて。なるほど、はい、これもスライドですか。これもスライドです。まずこれベース出ます。おお、これも向こうと一緒で600出ます、はい、そこから600のプッシュの引き出しがデッドスペースを殺すのに使ってます。まああのノコギリとかバールとか、はいはい、うん、まあ、細かい消耗品とか買い場とか収納してます、はい、おでギリギリ当たらないように。あ、上のミルウォーキーと、はい、はいはいはい、で下も同じ、ここも同じように出るんですけども、はい、ちょっと手工具を下ろそうかな。ここはさっきのちょっと作業したりジュース飲んだりのもうできます、全然。なんならもうここへ乗ってもらっても全然大丈夫なぐらい。結構強いですね。短いんで、あ、はい、垂れるっていうのが結構少ないんで、これで上乗って上のもの取ったりとかも。そんなもできるんですか。全然できます。あの上のものをここに乗って取れるみたいです。そうですね、このまま出した状態でこういうスタンスができるんで、脚立出すのめんどくせえっていう時とかは。スライド脚立ってことですね。そういうことですね。単純にこういう使い方もできるんですけど、であと反対も同じように、こっちはロック式になってるんですけど、まあ、あの切りとか、はい、ピット類とか、はいはいはい、まあ、あの替えの芯とか、あ、消耗品関係とかを入れてます。整備がすごい上手というか綺麗ですね。全部もうビタ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 って。そうですね、100均とかでこんなケースとかも、うん、探してきて、あとはケースを極力統一して同じやつとかで。ただまあちょっとこの辺は動きの頻度がでかいんで、まあ、バラバラしてるんですけど。十分綺麗ですけどね。ほんまですか。はい、これもミルウォーキーですか。はい、うん、もうミルウォーキーの籠ですね。はい、使い勝手よくて深いんで、はい、まあ大きいものもこうやって入れたりとか。これは仕事でちょこまか使うようなのが入ってるんですね。そうですね。でこの電気の配線も結構ちゃんとされてるんですね、いろいろ。まあついたらいいやっていう考え方なんですけど、これあるだけで全然明るさちゃいますね。そうですね、ミルウォーキーの電池から電源取ってきてるんですけど。すげえ。これは何ですか。これが、今日は乗せてきてないんですけど、腰道具をハンガーで吊ってるんですけど普段、はいはい、それのハンガーラックないなと思って、はい、なくてもこんな感じだったら邪魔にもならんかなっていう高さで、はいはいはい、ここの木はここに打ち付けてるんですね。そうですね、前にちょっと作った時にこれ打ち付けたやつあって、はい、これをベースでもうビスもんで。これもミルウォーキーなんですね。それもそうです、マグネットトレーになってて、ね、はこのままバックアウトの中に入れて持っていくこともできるんで。これ黒赤やから高いやつってことですか。いや、これは比較的ミルウォーキーさんでは安いです。で、磁力も結構強いんで、はいはいはい、結構重宝してます。おこう印刷かっこいいですね。これがレーザー。そうですね、レーザーであの刻印になってます。レーザーもされるんですか。ちょっとやってみたいなっていうのがあって、はい、お試しの、まあ、安いやつから入ったんですけど。 ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こっちはこんな感じですかね。この上みたいですね。こんなミルウォーキーのカバンもあるんですね。そうですね、これは出た当初
あのベッドを僕ずっと使ってたんですけど、はい、こっちの方がいいかなと思って、これはもう完全にベラばっかり入れてます。お、取りやすそうです。こういうドライバーとかも使いはるんですか？使います、使います。マイナスプラスなんですけど、はい、どうしてもインパクトで滑っていったらいいっていうもんじゃないじゃないですか。あ、そうですね。そういう時はやっぱり使いますね。これ、あ、時期復活させるやつですか？そうです、そうです。それがなんか2種類ベラさんから出てたんでちょっと僕一時ベラマニアみたいなとこあったんで。しかもここマグネットなんです。そうなんですよ。いいですね。ちょっと使い勝手いいね。ちょっとピットポンと置いたり、うん、もう閉じてしまえば、おお、これもなんかいかついですね。上に来ました。あ、これ上、このミルウォーキーのマウントをくっつけてるんですか？キャリアに L アングルで加工して取り付けしてるんですけど、今日はちょっと外してきてます。あの L アングルですね。はい、切り替えて、で、あとはサドルバンドでアングルを固定、キャリアに固定してっていう感じで。これどうですか？なかなかここ上に乗せる変態はいないです、はい、僕も今年夏実家帰るのにこの大きいやつを1個乗せて帰ったんですけど、はい、横風にすげー弱くなりますし、あ、なかなかあの車高も上がるんで。デメリットもあるってことですね。デメリットもあるんですけど、メリットもでかいです。このメリットはどんなところですか？まずサービスエリアで自分の車を探さなくて済みます。あ、確かにね、これもすぐ分かりますね。デメリットの方が多いんですけど、あ、この上も積もうと思ったらまだ積めるんですよ ね、 あ、でっかい L みたいなやつとか。そうです。もうどうしてもそれは車内に積むとすごい容量取っちゃうんで。こういうのも持っとかなあかんから大変ですね。任意二室イベントとはどのようなイベントでしょうか？職人さん同士がいかに効率よく作業されるかっていうのをメインで、ご自身の車をカスタムされてる方も結構いらっしゃるんで、そういった方集まっていただいて、アイデアの共有とか、職人さん同士のつながりっていうのを増やしていただいて、仕事に関してもそうですけども、交流深めてもらうような、そういうイベントを目的としてます。いろんなメーカーさんとか、二室そんなことないよっていうような方たちが、インスタグラムを通じてやり取りをして、じゃあ実際見た方が早いよねっていうところで来ていただけるような、アットホームなイベントっていうのを目指してるので、ぜひ一回来ていただいたら嬉しいです。開催とかは前回は6月でさせていただいたんですけれども、年2回を目安に第2回は10月の13日日曜日に岐阜県で開催の予定をしています。ということで、あのこの配信がちょっといつになってるかわからないんですけども、まあ、その10月を過ぎていた場合、次は5月あたり岡山県あたりで一応予定を、まだ確定じゃないのでインスタグラムの方から随時情報発信しますのでチェックしていただいたら嬉しいです。そしてあの2インスタアカウントをフォローしたら随時いろいろ情報流してくれるんですね。はい、はい、そうですね。まだわからないことあればあの DM とかいただけたら、じゃあの概要欄にインスタのアカウントなどあのしておきますので、興味持った方はぜひ飛んでいってみてください。はい、よろしくお願いします。とりあえず面白くしたいです。元気やろう。